日本を舞台にしてる日本の森王町という町を舞台にしてる、ジョジョの奇妙な冒険の第4部なんですけれども、インスピレーションはやはりこう架空の街っていうか、でも自分のこう生まれて育ったその宮城県仙台市っていう町のある部分をモデルにしてるので、そうですね、そこに住んでるなんか異様な人々というか、ちょっと隣に住んでる怪しい人たちとか、そういうサスペンス、あるいは恐怖だったりするかもしれませんけれども、そこにインスピレーション、例えば閉ざされた街を作っていこうという考えから始まる。ですからスタンドも攻撃し、動いて攻撃してくるっていうタイプのスタンドではなく、あの待ってるっていうか、家の中でじっと待ってる人も敵もいるわけですね、やっぱり、ジョースケっていう3部までの主人公っていうのはね、こう神話的っていう、その辺分かるかどうか分かりませんけど、こうなんかギリシャ神話のこうヒーローみたいなのを作ってるイメージだったのが、こう4部の主人公はこう隣のお兄さんっていうか、自分の友達っていうか、どこにでも、そうですね、ちょっと神話的なよりは日常の、あの隣の親しみやすいキャラクターっていうのにあのスタンドを持たせるっていう、好きなスタンドは、まあ、いっぱいいるけど、僕らはやっぱりしげちのあいつが好きなんですよね。なんかこうあの欠点とか、そうですね、あのなんかクズっぷりみたいなところ本当に愛すべきで、なんか落ちてるもの拾ってくるとか、なんかこのどうでもいいじゃないですか、なんかこうあんまりだけど結構怖いなって思うっていう、まあ、そうですね、直接的になんか怖いかっていう、そういうのがそういうところが4部の魅力ですね、そういう、ま、漫画とかも自分の、あれは僕がモデルではないですけど、あのそういう憧れのモデルって言われても結構モデルって言われるのが多いんだけど、ちょっと違うんですよね、あの人生の主軸はもう芸術ですからね、人間の命より芸術ですから、彼はそうですね、それしかもうあの興味がない、そうですね、じゃあそしたら自分に似ているキャラクターではないわけなんで、僕はやっぱり人の命の大切さやっぱり森王朝ですかね、4部だったり8部の、やっぱ街のなんかこう日常感を書いてるっていうところがこう、神話とちょっと神話的な漫画を描きたかったんですけど、あの超能力とか、だけどなんかこうそこの4部で日常に近づけてるところがすごくリアルな感じがしてて、その辺は楽しかった、かっこいいですよね、あのもうあのコスプレのレベルがなんか CG みたいなところまで、いや本当にあのなりきってるし、あのジョジョ立ちみたいなのも完全にあのできないと思って変えてるポージングは やってるので、すごいびっくりしてます。レベルがなんていうんだろうな、この執筆してた時と当時とは全然違って、あのレベルが上がってきてるのかなと思います。みんなグループ組んでやってますか、みんな美しいです、この会場、機会があればどんな、ぜひ美味しいものが食べれて、まあできれば映画スターのベニチオ・デルトロさんにお会いできれば行きたいですね、ということで、この中の誰かにあのつてがある人がいたんですね。いや、でもそれでもあれで、コミコンのために一度は行ってみたいと思います。まあ元気に過ごして、ジョジョの奇妙な冒険を楽しんでいただきたいと思います。ジョジョの奇妙な冒険、これからも漫画もアニメもまだまだたくさん新しいキャラクター出てきますので、楽しみにして、お元気に過ごしてください。